演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートにクリーム頬張るキャラメルショコラとチョコレートケーキを食べたいと思います。どちらも苦そうな大人の毛の甘味ですね。これはチョコレートの濃厚そうな色ですし、キャラメルもクリームの白の中に見える茶色がいいですね。それでチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはチョコレートケーキからいきます。開けてみると本当にチョコレートの色合いですね。なんか2色になってますし、ではちょっとクリームが、いただきます。チョコレートケーキの方はチョコレートが本当に濃厚で、口の中で瞬間にその甘さが広がってましたね。甘めのチョコレートケーキなので、甘いチョコが好きなんですけど、なんで苦味を求めるとちょっとかもしれませんね。でも自分は好きなので、こちらもペーストしていただきます。で、こちらのクリームの方までキャラメルショコラなんですけど、下の方のチョコケーキはしっとりしていて、口の中で程よく溶けるので美味しかったですね。上のホイップクリームに乗ってるキャラメルが思ったほど仕事してなかったかなという印象があります。なんか食べてるうちに、あれキャラメルどこ行ったっていうような感じになってしまったのは残念でしたね。そこは残念でしたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。